ルイ・コルディエは、フランスの地質学者、鉱物学者である、アブビルに生まれた。1794年に、国立鉱山学校に入り、ルイ・ニコラボークラン、ルネジュスト・アユイラに学んだ。学位を取った後、アルプスの調査を行い、ナポレオン・ボナパルトのエジプト遠征にも参加した。1802年にメモアル・シュール,ル・マーキュア・アー・ジェントル。1808年に、 ディスクリプションジュジクトイチンを発表した。1809年に、フランス自然史博物館の地質学の技術主任となった。1816年に、玄武岩に関する論文スールレサブスタンスミノラリズ、ディート・イエヌ・マッセ、クイ・サーバント・デベース・オーロッシュ・バルキニックスを発表した。1822年に科学アカデミーの会員に選ばれ、1830年に、 国務院の委員となり、同じ1830年には、フランス地質学会の設立に参加した。自然史博物館の館長を何度か務め、1819年に1500だった標本の数を、コルディエの没した1861年には2万まで増加させた。ありがとうございます。